もう俺に野球は無理なんだよ。じゃあなんでずっと野球部にいたんだよ。そんなに無理だって分かってんなら野球部にいたってしょうがないだろ。ったくよ、やれ脅されて野球ができないだの、怪我したからできないだの、そんな奴しかいないのかこの学校はよ。おい、お前が言うな。お前が。俺も3年前に肩を壊した。もう諦めろって医者からも言われたさ。けどやっぱり諦められなかった。だから俺なりに出した一つの答えがこれだ。